災害対策本部とは、災害が発生し、または、災害が発生する恐れがある場合に国、または、地方自治体に臨時に設置される機関、及び、それが置かれる、会議室。主に災害対策基本法により規定されているが、原子力災害対策特別措置法によって、規定されている、災害対策本部もある。東日本大震災により、 災害対策本部が設置された宮城県七ヶ浜町、役場2011年4月災害が発生した、または発生する恐れがある場合に、法、第23条、または、第23条の2により、地方自治体が、地域防災計画の定めるところにより、主張を、本部長に、関係都道府県及び市町村の職員を、本部員とする、災害対策本部を設置することができる。 地方防災会議とは別の組織であるが、緊密に連絡を取り合うものとされる。連絡調整のために、災害対策本部会議と称される会議が開催されるがこの場には自衛隊の連絡幹部など、本来は参加が予定されていない機関の代表も参加し、連絡調整を行うことが多い。応急対策に一応のメどドがついた段階で、 復興本部と称されるような組織に事務が移管され、解散する。災害地にあって、当該災害対策本部の事務の一部を行う。組織として、防災計画の定めるところにより必要に応じて、現地災害対策本部を設置する。災害が発生する恐れがある場合は、災害対策本部ではなく、災害警戒本部を置くと定める、自治体もある。 第24条により内閣総理大臣が非常災害が発生した場合において当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときに内閣府に臨時に設置する機関。本部長は国務大臣。非常災害対策本部の権限が及ぶ範囲は告示された区域に限られるが 災害応急対策の総合調整を行うため、本部長は、関係機関に対し必要な指示を行うことができる。また、非常災害対策本部に派遣された、指定行政機関の職員に対し、指定行政機関の長はその権限の一部、または全部を委任することができる。1995年12月8日施行の、法改正までは、 設置には緊急災害対策本部と同様に閣議決定を必要としていた。非常災害対策本部が設置された災害法第28条の2により内閣総理大臣が著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときに閣議決定により 内閣府に臨時に設置する機関。本部長は内閣総理大臣。副本部長は国務大臣。当該災害に対して、すでに非常災害対策本部が設置されている場合は、非常災害対策本部は廃止され、緊急災害対策本部がその事務を継承する。著しく異常かつ激甚な非常災害であって、緊急災害対策本部が設置されたものは、 大規模災害復興法に基づく特定大規模災害となる。災害緊急事態の布告を発したときは、法第28条の2により、緊急災害対策本部を設置することとされている。1995年12月8日施行の法改正までは、緊急災害対策本部の設置には、災害緊急事態の布告が必須だった。 2011年3月11日14時46分ごろ、東北地方太平洋沖地震を原因とする東日本大震災が発生した。これを受けて、菅直人内閣総理大臣は、同日14時50分に、官邸対策室を官邸危機管理センターに設置し、同日15時14分には、自身を本部長とする平成23年東北地方太平洋。 沖地震緊急災害対策本部を設置した設置された初の例であるなお災害緊急事態の布告を発した例はまだない原子力災害対策特別措置法第16条では原子力事故に対応するために原子力緊急事態宣言をした際には当該原子力緊急事態に係る緊急事態応急対策を推進するために閣議に。閣議 かけて、臨時に、内閣府に、原子力災害対策本部を設置するものと、規定されている。本部長は、内閣総理大臣で、副本部長は、経済産業大臣と原子力防災担当大臣。福島第一原子力発電所事故により、平成23年福島第一原子力発電所事故に係る、原子力災害対策本部が設置された。こちらも、 史上初である、ありがとうございます。